とことん前向き中井美和子、浦賀駅でお話しさせていただいております。高校生の子供がいます。二人の子供の母親です。学校の統廃合、横須賀市で継続して話し合いがされています。しかし学校の校長先生、 PTA、 そして保護者の方が強く反対されています。横須賀市の姿勢は地域や保護者、学校の先生たちの声を聞かず、学校をなくしてしまう方向に進んでいます。この地域別の協議会、録画中継もありませんので様子が多分さっぱり他の方には分かりませんけれども、地域の子たちは一生懸命ですね、地域を守ろうとしています。学校がなくなればお友達と学校が分かれてしまう、地域の文化やコミュニティが壊されてしまう、学校の老朽化があって学校を減らしてしまえばいいというのは、費用の面での進め方ですが、教育というのは削ってはいけない教育予算があります。ぜひ市民の声を横須賀市に聞いていただけるように私も発信していきたいと思います。